とする QT か。はい、はい。マジかマジか。早くしろ、逃げられるぞ。頑張れ。まだ移動してるぞ。捕まえろ。逃げろぞ。マジかマジかマジか。押してる押してるよ。頑張って。頭の後ろに両手をつけろ。逃げれるルートあった。逃げ場はない。お前は包囲されてる。じゃん、そうしました。あ、死ぬか死ぬか。大丈夫、試練5つ目行かなきゃ。あとちょっとだ。けど、あ、折り紙持ったもんね。次の試練いけるね。もうやだ。ねえ、エスケープマスター、スコッティさんね。次、もうやだ、疲れた。もう助けて、スコット・シェルビー。まだ木曜日のターンだ。あら、思考はないんだよな。我が家だね。ん？え、ドアノブ真ん中についてる？ローレン。うん。ごめんなさい、スコット。え？私の助言に従うべきだったな。調査を打ち切るよう言っただろう。あんたの息子は殺人鬼だ。一体何人殺せば気が済むんだ。欠点があっても私の息子だ。まあ、子供のいない君には理解できないだろうがね。その欠点を正してあげるのも親の役目じゃないですかね。調査は打ち切りだ。おい、永遠にな。また怖いやつかな。やだよ。おマジか。マジか。ね、ローレン。あ、気絶しとる。ローレン、起きろ、起きろ。マジか。ロープが切れない。なんとかして早く切るんだ。R1。分かってるよ。はい。バカ野郎、イグニッションつけなきゃ意味がないだろ。
し、長押し、四角、もう一個来るんじゃない？はい。あ、イグニッションって、あ、うん。え、そうそうそう。どうするどうする？あ、死にたくない死にたくない。あ、取れた。ローレン、ローレン。ローレン、ローレン、おい起きろ。ローレン。ローレン、くっそー。とりあえず助かったね。やっぱ息子やってんのか。また水泳をやるつもりだったな。こういう形でとはな。でもそういう冗談が言えるってことは良かったね。車持ってるか。俺のは水浸しだ。車も、あるわ。あ、持ってんの。どうするの。借りを返す。さあ、家まで送るように。しっかり鍵をかけて、俺以外中に入れないように。いいね。どういうこと。あなたを失いたくない。うん、頑張ろう。相棒じゃん。水泳コーチ、そういうギャグいらんねん。なんやねん、ほんまに。これで死んでたら笑えないぞ。あ、おこだね。おこぷんだね。あいつらのやったことの代償を払わせてやる。マジか。俺を止められるもんなら止めてみやがれ。マジか。やるな。おーめっちゃやるじゃん。おかわいそうかわいそうかわいそう。スコッティやるな。めっちゃキレとるわ。え、殺す？殺しはしないんじゃん。大丈夫？ねえ、全速ノールックだぜ。QD ね。OK。冷静によ。マジか。弾数大丈夫。おい。すげえじゃん。やるなあ。あとは、あとは、あとはおらんか。スコッティやば。あの弾、あの残りの弾に気をつけてね。あと、え、え、後ろにも目がついてんねや、スコッティやな。お、集中していくよ。はい。サーリー、私に近づくな。おー、素人やな。お前銃扱ったことないやろ。やっていいことと悪いことがあるんじゃないですか。
お前のバカ息子が子供らを殺したんだろう。折り紙殺人鬼だ。違う違う、あの子は無実だ、犯人じゃない。そう信じたいだけじゃないの。これなんで左右でなんかあった？嘘をつくな、おい。本当のこと言え。やめろ、お願いだ、殺さないでくれ。君の態度次第だぞ。だ、うん、知らない、誓うよ、私は何も知らない。ほんまか。これで嘘だったら分かってるか。やめろ、はい、やめろ、頼む、話すから、何もかも話す。ん？ゴーディはいつも楽しみを求めていた。あのスマブラとかやったら折り紙殺人鬼になりたかった。いいじゃん、なりたかった。子供を誘拐して水の中に長くつけすぎたんだ。事故だったんだ、不幸な事故だった。いや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 、楽しみたかっただけなんだ。事故じゃねえだろ。そう言ってた。やってるだろ。自分のしたことを悔やんでいた。ほら、無所でさ、無所で反省しなよ。あいつは私の息子なんだ。じゃあジョン・シェパードは何なの？誰も悲しまない。なんだと。ゴーディが殺した少年だ、誰が悲しむ。そこら辺に転がってるゴミだ。お前は最悪の豚野郎だ。今の証言、うん、ジョン・シェパードはなぜ彼の墓に花を供え、事故のあった建築現場を所有した。一生忘れん。そういうこと。30年間ずっと花を供え続けている。うん、双子の弟がいたはずだ、彼はどうなった。うん、さあな、養子にもらわれていったはずだ。母親が知っているだろう。知っているだろう。名前はアンシェパードだ。どこにおるんや。あ、でも、あ、やばい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 、やられるぞ。心臓、心臓、早く薬を取ってくれ。引き出しだ。うん、引き出し、引き出し、引き出し、はい。しゃあねえから助けてやるか。これでね、スコッティが殺人犯になったら困るから。助けなきゃよかったよ。スコッティを殺人犯にはしたくない。まあ散々殺してるけどね。いや、スコッティめっちゃかっこよかったな。元警官とはいえあそこまでできるもの。マディソンか、無敵のスコット、イエ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 イ。優しい心、あ、助けたからか。私の中のスコッティはやっぱ優しいのよ。ん？病院？病院に何しに？ん？うん。ジョン・シェパードは30年前に亡くなった。彼の母親がパズルの鍵を解き明かしてくれるといいけど。あの、アンシェパードの病室は？面会でしたらサインを。うん、はい。ご家族の方ですか？ええ、そんなところです。まあ、お見舞いの方が見えて喜ぶわ。誰もお見舞いに来ないのよ。ザルかよ。大体は物忘れがひどいみたいだけど。え、きっと喜ぶわよ。認知症？19号室、廊下の突き当たり。19号室ね。ありがとう。えよ。19号室ね。ショーンの命はあと数時間足らず、うん、時間の無駄じゃないといいけど。19号室ね。19号室、なんか、あ、いけない。10、あ、奥の方に数字が続いてるね。
お花。え、ちょっと待って。救急車の音がする。え、救急車、救急車じゃないや。パトカーの音がするよ。119号室ね。通り過ぎてる。こっちか。ここやな。こんにちは。ちょっとお話よろしいですか。こんにちは、シェパードさん。もうお薬の時間かしら。あ、ちょっとお話の時間よ。いいえ、シェパードさん、私は。あの人たちは薬の時間を守れないのよ。どうなってるのかしら。他の病院はいつも時間通りだったのに、ここと来たら。あなたの息子さんについてお話があるんです。息子？息子なんていないわ。おるやろが。自己紹介？思い出してください、シェパードさん、うん、ジョンの弟さんは事故が起きた後に養子に出されたんです。里親の名前を覚えていませんか？テレビをつけてって頼んだの。でもお金がないからダメって。残念ね、私テレビが好きなのに。あなたにはジョンという息子がいて、ジョンには双子の弟が。薬はある。もう薬の時間だわ。ちゃうよ。ジョン、ジョンを覚えてますか？私のジョニー。あの子はとてもいい子よ、うん、お、突破口が開いた。次男。もう一人息子さんが、ジョンの弟がいましたね。彼の名前は？もう一人の息子。え、他にはいないわ。子供はいないわ。おるやろ。カーナビー広場での出来事ですが。あれ、手震えていますか？え、グラフィックの関係？カーナビー広場？ずっと昔にそこに住んでいたわ、ね、カーナビー広場って何？その頃はお金がなくてね、うん、かなり切り詰めた生活をしてたわ。おいで。折り紙殺人。シェパードさん、息子さんは連続殺人に関与しています。いや、知らんやろ。捜査の手がかりになりそうなことを知りませんか？新しい看護婦さん、私の薬はどこ？ダメか。息子さんは危険なんです。とんでもないことをしたかもしれない。彼を見つけないと。わかりますか？なんてひどい話なの。一度も会いに来ないのよ。信じられる？10年間一度も。母親を忘れるなんて信じられないわ。どうしよう。他に、あ、アン。時間を無駄にしてる場合じゃない。突っ立ってたって拉致が開かないわ。里親の名前がわからなければ犯人探しに何日もかかる、うん、それまでショーンは持たないわ。この人が折り紙殺人鬼の母親かもしれない。何か思い出させる方法はないかしら。うんうんうん、なんかない？時間を無駄にしてる場合じゃない。突っ立ってたって拉致が開かないわ。え、あ、あ、折り紙。ん、折り紙？折らされる？長押しでええんやな。折れる？あ、折れてる。すご。折り紙は好きよ。でもそれは好きじゃないわ。じゃあどれ？あ、花？どれならええんや。ちゃう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 。時間がないよ。と、犬かなん？ザドッグ。カエル。あ、じゃあ犬か？犬やな。はい。はい。
私折り紙折れないんですよね。折り鶴。あなた子犬が作れるの？あ、息子たちは折り紙が大好きだったの。作り方を教えたわ。息子たち言うたぞ。大好きで、うん、いつも折り紙の犬をマックス、マックス、マックス、マックスって犬は全部同じ名前なの。マックスね。同じ名前はつけられないって言っても聞かなくて。いつも折り紙の犬の名前はマックス。おかしいでしょ。マックス。効果があったみたい。思い出してるわ。他にもいろいろ見せてみるのよ。折り紙はもう折れない？ねえ、これじゃない。どうしよう。うん、え、時間を無駄にしてる場合じゃない。突っ立ってたってラチが開かないわ。あ、あれ、折り紙 あったよね。これは何？この折り紙はあなたが？折り紙の動物たち。あの子たち何時間も遊んでいたわ。息子たちにも教えてあげたのよ。悪鳥？そう、子供たちです。シェパードさん、ジョンと、もう一人の息子さんのお名前は？もう一人？息子は一人だけ。ジョニーだけよ。ジョニー？あとは？花？お部屋にお花を置いていないんですね。ええ、でもお花は大好き。息子もそのことを知っているの。きっとお花を持ってくるわ。いや、息子二人おるやろ。これはあなたの息子さんですね、うん、ジョンと弟さん。違いますか？いい子たちだったわ。ほら、複数形なんだよ。いつもお酒を飲んで、子供たちは辛かったでしょうね。うん。なんで一人しかいないっていうの？記憶が戻ってきてる。その調子、思い出して。あとは花か？花、あそこから。カッパラって来ばいいのか。わかった、花持ってくるよ。うん。あ、洗面所がある。109、あ、 19？ え、よく時間を無駄にしてる場合じゃない。突っ立ってたってラチが開かないわ。分かっとるよ。これやろ。一塁もらってくよ。シェパードさんが過去について話すことは？あまり覚えてないみたい、うん、時々奇妙なことを思い出すみたいだけど。何を？何か昔を思い出させるようなものを見せてみたら？息子さんたちの話は？息子たち？たまにジョンのことは話すけど、溺れたんですって。うん、もう一人の息子さんについては？もう一人息子さんが？初めて聞いたわ。え？お見舞いに来る人は？入院して10年だけど、あなたが初めて。本当？時々何か見せると昔のことを思い出すことがあるみたい。あなたも試してみたら？アドバイスありがとう。これで終わり？あの、なんだっけ、公的文書みたいな、ここやな。あと、何もないよね。はい。お水入ってるもんね。なんて綺麗なランかしら。息子たちもランが大好きでね。裏庭で育てていたの。
ジョンが死んだ時、あれ、あの子のお墓にランを備えたわ。あの頃は随分泣いたわ、うん、すでに一人の子供を亡くし、そしてもう一人まで取り上げられようとしていたのよ。あの折り紙殺人の里親の家族です、シェパードさん、うん、ジョンの弟を引き取った家族の名前は何でしたか？ダメか、思い出して。本当にいい人たちだったわ、一度会ったのよ、うん、折り紙殺人の死体にさ、息子に会いに行ったわ、蘭の花が添えられてたのよ。でも私が病気になって行けなくなったの。うん、きっと忘れられたと思ったでしょうね。僕はもう愛されていないんだって。名前です、シェパードさん、彼の名前は。愛していたのよ、あの子がいなくてどれだけ寂しかったか。いや、うん、分かったから。お願い、アン、名前を教えて。うん、時間がないのよ。リリーとか？もっとこっちに来て。何される？殺される？耳噛みちぎられる？あら？え、なんで教えてくれないの？私も知りたいんだけど。え、イーさん、もしかしてイーさん？嘘やん。え？ねえ、マディソン。ねえ、ばあちゃん。わしにも教えて。あら、え？教えてよ。